おはようございます。シンが手術無事帰ってきました。お疲れ様。入ってはないね。見にくい。まだちょっと見にくいけど。20なの、うん、マシけど手術してだいぶマシにはなった。マシになった。痛みは？痛みもそこまで、まあ、若干痛い。若干痛い。いや、嫌やな。何かないな。やっぱ痛いんか。これは嫌やな。しかもどこでもらったのみたいな。そう、パンチで。これは嫌や。代償がでかい。わざとこの一発だけだよね。下からちょっとカッてやられただけど、あれなんでなんか手になるんやなっていう。不思議やね。まあでも、まあしばらくは練習できんけどね。まあまたみんなアマチュアの子も頑張って、まあ、筋トレするんだろ。筋トレしながら、まあ、できることコツコツやっていこうかな。おお、えらい成長したな。さすがもうマイク一つ覚えたら成長するな人間って。よかったな。まあね、うん、まあアマチュアもね、もうみんな、今週森さんとかね、レニーとかね、来月は坂間さんとかもう出るんで、またね、レジェンドたちにも復活してほしいしね。来年はすごいよ。来年暑いね。来年絶対島暑いよ。何人出るんだろうな。5は行くんじゃん。5人ぐらいは出るな。またあの暑い時代がね帰ってきたり。でもちょっとアマシュがね最近、まあ、どこのジムもねこう波はあるんでね。でまたこう復活して暑くなってくると思うんでね。であと暑いといえばね、今日鍵を変えてきました。2店舗ね。2店舗目の明日行ってきます。いよいよ明日水曜日か、うん、これがいつ上がるか分からんけど。いよいよこの撮影の次の日に行きます。いよいよ、向こうのね、いろいろ運んで内装もしていかなあかんね。あの練習できん子がおるんで。私がお手伝いをしてそうだね、みんなで作っていかなあかん、うん、であとね、ジャージやね、ジムのジャージ、あの黄色のね、うん、チームジャージがもう在庫があんまりないんよね。で、まあ、向こうの店舗できたら向こうのメンバーにもまた紹介するんで、多分なくなる。で、なくなったらもうあと3年ぐらいは作れんのでね、こっちにおるメンバー欲しい子はねもう早めに言ってください。もうあとサイズによったらもう売り切れとサイズもあるし、基本あと2着ずつぐらいかな、3着ずつぐらいかな、うん、ちょっと S が多いかな。S はそうだね、中高生とかは、まあ、軽量級の小屋はまだあるんでね、早めに、まあ、あと向こうでキッズしだしたら向こうでも売れる、 S は売れちゃうと思うんでね、 SM がちょっと残ったのかな、うん、早めに行ってください。 あとグリッドの、ね、オープンフィンガーが入ってきとんで、でももう入ってきたこと言いながら、早く1つ2つ売れてしまったんで、もう今ある分だけです。で今度またいつ入ってくるかわからんの で向こうにもしかしたら欲しいメンバーが、来月が来たら向こうオープンしてしまったら、再来月や、あそうか、まあまあ今もう9月やけど、まあ、10月と考えてもう11月来てオープンになっちゃったら、新しいすぐ新規の子がね、物は物販あそこに置いとう分と在庫の分は全部あっち流れるけん、うん、こっちでいる子はもう早めに手挙げとってほしいね。まあ、できるだけ力くんに行って早めに引いてはもらうんやけどね。一回あそこ全部空にするけん。そうそう、そうだね、まあ、欲しい子はもう早めに言うとってください。数限りがあるんでね、うん、まあまあ向こうの方もね、楽しみだね、これから、うん、みんなで、していこうね。僕一人で支えるんでみんなで協力お願いします。楽しみにしとって。